ネギシ・ハマキチは、浅草の工業士である。二人より、初代は、浅草ロックの大建物として知られる。ネギシ・ハマキチの肖像が、ネギシ・ハマキチ出世間1894年、ネギシ工業部の創立者であり、浅草公園ロックに、初めて劇場を作ったことで知られる。1827年、日立国筑波郡小田村西町の豪農の長男に、生まれる。 結婚して、家督を継いだが子ができなかったためをとに譲ったのを、きっかけに報道が始まり、安政年間に、年頃だった近所の年上ご家のお園と駆け落ちして、状況、お園の兄の中村へと抑えも門が、猿は課長森田座の長元をしていたのでそれを頼ったが、断られ、実家の下男だった者が、麹町で、うなぎ屋が捨てる、うなぎの頭をもらい受けて焼き、 それで売り食いしているのを聞き、その者から手ほどきを受けて、うなぎの頭の串焼き商売を始め、極貧ながら初帯を持って夫婦して、懸命に働いた。8年ほどして一財産できた頃、芝居好きの浜吉は、商売を園に任せて、自分は、義理の多い、十二代目森田館いよいよの口利きで、森田屋の小座根場で働き始めた。1868年の頃で、 明治維新の時には、すでに41歳であった。森田座が、新富町に移転した際には座元から、大向こうの株を買って、大いに儲け、明治7年には、おその承諾の上、御祭との間に、娘の栄も生まれた。芝居小屋に、小田村の山田菊次郎が立ち寄ったため、芝居をただで見せてやった。浅草、吉原の顔役となった山田は、鉄砲吉久と呼ばれ、八王子に、 鉄砲横丁の名前を残した名手ての暴れん坊だったが二人の交流は長く続いた。明治初年、同家踊りが東京市内で流行り、1879年まで深川区及び下役の一部以外は工業が禁止されていたが年末に解禁になり、浜吉は1886年5月、浅草ロックに同家手踊り工業場を開くべく申し出たが一旦不許可となった。 同年11月、東京府は、全市に散在する、道家踊りを戦争時など3カ所の公園にまとめては、どうかと通達したところ、警視庁は、公園の本来の用途を理由に、強硬な反対の回答をした。しかし、道家踊りは一劇場で、月間1.5万人の客を集めるほどの動員力があり、庶民の要望に応える形で、警視庁は1887年6月、 浅草公園でもこれを許可した。そこで浜吉は管理的に難々とする同年、工業会社、根岸工業部の基礎を作り、浅草公園ロックに同地初めての劇場となる常磐座を建てた。常磐座の名称は、出身地の時はにちなんでいる。娘の栄の婿に小泉牛児を迎え、1890年より年中、無休の工業を実施して、大いに発展した。浜吉は、 歌舞伎、心波劇、連鎖劇などの演劇から、活動写真にも進出し、浅草随一の工業史にのし上がった。以降、同劇場を中心にロックは、安木説に浅草オペラに、軽演劇に活動写真にと流星を極める。1908年1月火災により、常磐座章出動年6月以降に、焼け跡の南側イメージ40年3月の、東京官業博覧会で披露した。 大観覧車を譲り受け、設置当年11月上番座再建1911年上番座の隣に金流館を開き、翌1912年5月7日、浜吉85歳で死去。劇場経営を引き継いだ女性の牛地は、1913年に隣の芝居茶屋を映画館東京クラブに改築し、時技、金流館、東京クラブの3館の劇場を持ったのを機に、 浜吉の家督を継がせた息子の根岸吉之助と共に根岸工業部を発足。1917年には兄弟会社時は工業を起こし観音劇場と公園劇場を新築会場し交流を極めたが、1923年の関東大震災で消失した。牛地の長女梅は所有していた焼け跡の土地の売却金で、 夫がきあと同棲していた年下の恋人高田穂のパリ留学を支援するつもりでいたが、実家が温泉のボーリングに手を出して失敗し、土地代金はその夫妻の穴埋めに消え、高田も去った。後に万英寺などを務めた、根岸寛一は、牛地の家であり、次女の婿でもある。寛一は青年時代頃、浜吉及び、牛地と同郷の小田村から上京し、 読売新聞記者を経てネギシ工業部で働いている。また、浅草学で知られる、明治大学文学部教授、糸田総一郎は、浜吉の彦にあたる、ネギシ工業部の四代目当主は、ネギシ浜吉という、吉之助の息子である、妻は京子。1984年1月、老曲定籍、木馬亭を改革するための木馬亭改革案を月間老曲に発表し、 実行に移そうとした矢先の4月、脳出血で倒れ、11月に亡くなる、息子は映画監督の根岸義太郎である。ありがとうございます。